で、うん、今回はイヤホンします。イヤホン。あ、ミキホンさんだ。あ、お疲れ様です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、このお土産なんですけど。あ、ありがとうございます。じゃあオフィスに。ぜひ。あ、ありがとうございます。開けていいですか？あ、でも開けてください。すみません。基本的にこの席が、はい、ポンさんの席になります。わかりました。はい。で、嬉しい。ありがとうございます。なんかあんまり喋らない感じ。ちょっとそうです、スーちゃんみたいなもう喋るんです。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応流しとかこの場所を伝えておきます。 ありがとうございます。全然今日は撮影の合間は自由に。あー、やっぱ女性だとすげー緊張する。すごい緊張してるなって思った。よろしくお願いします。1本目がいつものこうみんなこうボンボの部屋に出ていただいたらやってもらう質問コーナーと、これがあれになります。わかりました。はい、了解です。そしてミキサーでミックスして、うん、私の答え知ってるから。あ、ヨッチだけ答え知らない。これは、隠し味を投入してもらって、で、ヨッチがこう目隠しして隠し味を食べれるやつにしてね。あ、うん、食べれる食べれる。で、4本目が1回目とかでいいスコアが出てしまったりとかした時はもう邪魔とかしちゃってもらって。あ、わかりました。蹴ってもいい。あ、結構な、はい、キャラなんですか、それでも本当なんですか。結構本当だよ。それやってる感じで、はい、オッケー、わかりました。アミさんとかミガさんにも出演いただいた時にすごいいじられてたんで、全然大丈夫。アミさんだけすごかったですね。クラスの女子って感じ。そういう感じでお願いします。はい、お願いします。これをくれたやつ食べていいですか？食べてください。ちょっと調整あれするんで、終わりなんで、はい、これ食べてもらって、はい、まあ、美味しそう。美味しそう、美味しそう。これ、くっちゃすけないですよ、これ。いただきます。食べてください。うわぁ、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。え、どうしたの？何これ？あ、これ美味しい。あんこ嫌いですか？いや、全然うまいです。いや、うまいです。めちゃくちゃうまいです。なんかこれ、あ、美味しい。いや、美味しい、美味しい。え、なんでそんな顔してんの？いやいやいや、あ、ちょっとあんこがちょっと苦手かなって。え、苦手？あ、いや、全然、全然、全然、うん、パッパって言ってくれたのに。うん、いやうまい。あ、うん、うん、え、めっちゃ感じ悪くないですか？うまっ。あっ、いや、もうあ、そんなんこにやつなんですか？いや、あ、美味しかったです。ありがとうございます。うん、おー、なるほど。なんで回ってんの？うわー、うまい。あー、でも、ちょっと、こんなになっちゃうと思うけど、ちょっと、普通に聞きたかってきた。何があったの？どうしたの？いや、え、大丈夫ですか？すいません、なんか。あ、大丈夫です。と、言うのは、ドッキリです。
相当だった。やばい、涙が。あー、やばい。いや、まさに一番嫌いなんだよ、僕。どれぐらい入ってた？めっちゃ入ってた。めっちゃ、いや、もう一口目で食べて、あ、これわさびだ。え、あー、そんなに？え、でもあんこ、いや、あんこが見えないぐらい入ってた。え、あんこが見えないくらい？え、じゃあもう緑？めっちゃもう緑、下もう全部緑でしょ。わー、まあそれはね、そうなりますね。いや、なんかミキコがさ、なんか思ったやつだよね。めっちゃあれ、あんこ嫌いですか？いや、全然。え、めっちゃこんなに悪くないですか？うまっ。なんで並ばってんの？うわー、うまい。あー、もう半分笑って、もうこっち向きながらってやってたんですけど、うわ、あんこ、実はですね、撮ってることはミキポンさんにもお伝えしてなかったですけど、カメラ、はい、あそこ、うわうわうわ、ここにあったやつだ、それ。なんで逃したのかなと思って。どうにかない、カメラ。何、しかも、回ってます。あ、よかった、ドッキリ大成功。いや、マジでドッキリでよかった。私が怒ってどう思いました？あ、やっべーと思って。だって出会って、だってもう10分ぐらいで、すげー嫌われたと思って。そんな喋ってないし。こんな嫌われるんだなって人は。うわ、よかった、ドッキリで。びっくりした。よっちの頑張りと、ミキモンさんの便利に高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回は通常のボンボンの部屋の質問コーナーやっていきますので、お楽しみにしていてください。それではまたねー。またねー。